ビーターを使った演奏回路を作りましょう。最初にブロックを置いてボタンをつけ、リピーター、レッドストーンの順番で並べます。左にレッドストーンを10個置きます。レッドストーンの左端と真ん中から上に向かって3クリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックは4個置いたら種類を変えます。回路を追加する場合は右にレッドストーンを10個置き、右端からも3クリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックの右にレッドストーンを置き、0クリックリピーターを3個置きます。リピーターの間に音ブロックを置きます。音がない場所は別のブロックを置きます。音ブロックは数字の行だけクリックします。色は音ブロックの下に敷く地面の種類を表しています。白は石ブロック、黄色は砂ブロック、明るい水色はガラスブロック、暗い水色は骨ブロック、明るいオレンジは木ブロック、暗いオレンジはウールブロック、明るいピンクは金ブロック、暗いピンクは氷塊ブロック、明るい緑は草ブロック、暗い緑は粘土ブロックです。実装されている楽器が少ない場合は白、黄色、明るい水色、明るいオレンジはそのままで、残りは草ブロックを使います。最後にボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った演奏回路の作り方です。次は今回の曲の設計図を表示します。動画を一時停止しながら作ってみてください。どうもこんにちは。本日の担当はアンツです。よろしくお願いします。さて今回の曲は東京グールリ2期オープニングより TK from リンドセシグレさんのカタルシスです。というわけで今回は現在放送中のアニメ東京グールリのオープニングを作ってみました。ちゃんと今回は腹から声出してるよ。よかったね。アニメは最終章というわけで怒涛の展開が繰り広げられていて毎回熱くなりますよね。来年には実写版東京グールの続編も制作が決定したということで今後もめっちゃ楽しみです。さて今回の回路についてです。今回の曲ですが、凛としてしぐれさんのあのシャウト具合をどう表現するかめっちゃ悩んだんですよね。そんな中で音ブロック動画投稿者のふくらげさんのアイデアをいただいて今回はボーカルに氷塊を使ってみました。割とナチュラルな感じになったのではないのでしょうか。もちろん草ブロックで代用してもいい感じになりますのでよければお試しください。それでは今回はここまで。の前にデデーン、カタルシス難易度エクストラモードの制作決定のお知らせですよ。現在より豪華なバージョンのカタルシスを制作中です。後日投稿予定ですので楽しみにしていてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。音風呂回路が作れるようになると、キャーすごいかっこいいと言われてドヤーってすることができます。ドヤーってしたい方ぜひこの作り方を真似てみてくださいね。リクエストは受け付けていますがルールがあります。動画の概要欄のリンク先をよく確認してみてくださいね。本日の担当は時根津アンズでした。またね。